で、プロより寄ってればこちらから粗品をプレゼントするっていう企画になっておりますので。なるほど。万が一グリーンを外してしまうとチャリティーホールにもなってますので500円以上のチャリティーをお願いしてますので、ワンオンできなかったら。そうですね、500円、はい、もう先入れとった方がいいんじゃない。言うな、夢を持ちなさい。ゴルフ協会にしっかり寄付させていただくので頑張ってください。いくら入れてもいい。そんな自分でハードル上げて。まずじゃあプロに打っていただいて、はい、その後打ちます。はい、お願いします。1回は行ってみたっていう感じですけど。プロ、なんかアドバイスがあればください。はい、103のアゲンストの110ぐらい、ね、あ、なるほど、はい、8番でいきます。はい、え、待って、ちょいちょいちょい、待って待って。え、待って、今日そういう日、めっちゃシャンクしました。なんかアドバイスありますか。すごい気になったことがあります。はい、インパクトの時ってちょっとハンドパーソニーの辺りをですね、はい、構えた時にグリップが結構真ん中から右寄りだったので、これってしゃくり上げたりとか、もうちょっとグリップの先が逆の股関節に行くぐらいです。これぐらいです、これぐらいです。もう、え、こうなってたってことですか。そうなんです、そうなんですよ。逆をやっちゃったので、そういう感じで、そう、構えたところに戻してあげて。え、あ、惜しい惜しい惜しい。滑りの時から地面に当てる練習した方がいいかもしれないですね。こする、はい、そうそうそう、こすらないですもんね。地面で手がちょっと引いちゃってるので、はい、ちょっと伸ばしたままこう当たるような感じ。起き上がらないためのありますか、何か。上げて、はい、左のかかとにグッと踏み込むイメージです。上げた時にですか。上げた時にどっちかというと右足の場合でこう行ってるイメージなので、はい、もうちょっと上げたら先に左のかかとから下ろすイメージです、はい、あ、上げて左のかかとから下ろす。そうそうそうですね。今ちょっと上半身の先に回っちゃってるので、ここから OK です。でグリップの先をもうちょっと左です。もうちょっと左ですか。はい、 OK です。はい、おお、いいですね。これはいい。え、高回転です。ありがとうございます。あの、何球目だろうこれ。もう少しアドバイスいただいてもいいですか。今日なんかやばいです。滑りの時から地面にクラブが当たってないので、はい、芝をもうちょっと当てるようなイメージですかね。で、だんだん大きくしていって、当たってありますよね。結構右足で、はい、右足体重のまま打ってるので、はい、上げたら左に、上げたら左に、インパクトって左体重なので、そうそうそう、右、左、右、左、はい、左、そうそうそう、そうですね、OK です、上げたら左、OK です。4番ユーティリティ、5番ユーティリティとかは、上っ面チョロがめちゃくちゃ出るんですよ。多分右足体重でこう早くちゃってるので、はい、上げたら左のかかと、下からの指導を早くしないと踏み込みが大事ですね、はい、踏み込み、はい、左、そう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 、体重移動ベタ足になっちゃうんですよ、うん、それ も, そうですよ、ね、もう体重移動をっていうことですよね、はい、右の入りが綺麗に入ってるんですけど、はい、このまんまの体重で打っちゃうので左肩が上がっちゃって、はい、クラブも上がっちゃってボールの上を叩いちゃうので、右から左に。ティーグラウンド立つときって何を考えますか。なるべく傾斜が少ないところで構えたいんですけど、どうしてもここは左足下がりですよね。左足下がりだなっていうようなことは意識しておいて、ピンに対して面を大きく伝えるところ、面を大きく、持ち玉にもよるんですけど、はい、私の場合はちょっと程度なので、はい、右に来ますよね。
だから右がちょっと広く使えるところをこっちから、こっちから、はい、うんうん、でピン狙ってフェードしてもグリーン乗るかなって思います。はい、え、K です、 K です。傾斜が左足下がりなので傾斜に沿って立つようなイメージ。スライス出ちゃうんですけど、スライス右足体重で打っちゃうとどうしてもこうカット腕が引いたりとか右肩が下がってカット打ちの軌道になっちゃうので、はい、右足体重で打ちすぎかなと思います。あ、で右から左に乗りにくいのが、はい、左の方が入りすぎてるのでもうちょっとだけ込めてあげた方がいいかも。回りすぎてる、回りすぎてる、はい、足も腰も回りすぎてるのでもうちょっと抑え気味で、うん、今でも結構回ってますよ。止めてあげる周りを。おお、ね、完璧、一番近いんだ。完璧。近い。近い。まずはアドレスの真ん中すぎるのでちょっとだけハンドファースト、インファーストをイメージして、はい、ちょっとだけ左にグリップを持ってあげた方が、あと体重移動を右左っていうちゃんとしっかり右左、はい、右左、その2点を2点で、はい。はい、ありがとうございます。坂下プロのインスタ載せていいですか？はい、あ、ぜひぜひ。あ、概要欄に貼っておきますので、はいはい、ご覧いただければと思います。ありがとうございます。どこでも どでかくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。私もゼクシオ使ってるんですよ。そうですか。ありがとうございます。ゼクシオ13のレディースのプロモーションビデオに小賀美穂プロと一緒に出させてます。はい、そうですか。ゼクシオの顔。いやいや、顔ではいかないんです。使いやすいんですよね。あんなチョロから始まって申し訳ありませんでした。ベスト92なんですけど、100は切ってるんですけど、はいはい、100切ったのが2年前、3年前、92出したのもそれくらい前なんですよ、はい、スコアメイクができなくて、あ、なるほど。80代に向けて何を練習したらいいかとか、コースに出ると傾斜とかやっぱり結構あるので、はいはいはい、そういうのにちょっと対応する大事かなって思います、ね、はい、経験あるのみってコースに出ないと経験できないですもんね。そうですね、マットの上と違ってまっすぐではないので、その辺の対応、体の対応とか、あとグリーン周りも大事ですね。アプローチパッター普段って練習で結構されます？そうですね、試合の時とかも絶対しますね、うん、ゴルフ場によって全然違うので。パターお家とかでもします？そうですね、しますね。小賀美穂プロが100切りってどうやったらできますかって聞いたら、はいはい、空振りしなきゃ100切りはできるみたいなことを言われたんですけど坂の下プロ的に100切りってどうしたらできると思いますか？まっすぐ飛ぶようにやっぱり打ちないと右に左に行くっていう、それだけのやっぱ OB で2打とかもったいないので、ですね、はい、距離は関係なしに方向で方向性、練習場とかで看板とかあるじゃないですか、はいはい、100とか90とかじゃなくて常にそういうのをターゲットをちゃんと決めて練習っていうのが大事。もうマットにまっすぐに立つだけじゃなくって、はい、ターゲットに向かって、そうですね、やっぱ50でも右左になるので、はいはい、右行ったら次左っていう方向に行くとか、方向とグリーンに乗る乗らない80台を目指すんだったらグリーン周りも大事だけど、100切りとかだったらグリーン周りよりはショットのっていう感じですか？ショットですね。OB が多いかなっていうのがすごくあった。 OB をしないゴルフを。そうですね。家でのパターってどれぐらい？昔とかで100球連続で出れたら終わりと何メートルですか？パターンだと言ってきやすいですね。メートル3メートルぐらい。100球入れんと練習終わらん。終わらない。連続ですか？連続で、はい、数えるのも大変そうです。ショットも普段練習毎日されるんですか？そうですね。何球やるんですか？私はすごい高校生の時とか1000球打ったりとかしたんですけど今は全然そんなに打たないです。200球、300球ぐらいを狙いボールと打ちたいボール。毎日レベルで200、300打つんですね。フルショット、ハーフショット、はい、アプローチ類で言ったらどれぐらいの？小さいキャラとかなんか大きくしていくんですけど、はい、試合に行くじゃないですか。ここをチェックしてて使う番号とかを練習したりとか、スイングで意識してることってありますか？私はあんまり体重移動しすぎる
かげさまで50周年。なんかどう意識されてありますか？まっすぐ引いて、入った。まっすぐ打つように。まっすぐ意識してるんですけど、長い距離になればなるほどこう。ああ、ローテーションが結構入って。かかっちゃうので。できるだけまっすぐがいいなっていう感じ。そうですね。ああ。左右外すとしたらどっちが多いとかってイメージあります？右プッシュになることが感覚として分かるから多分そうなってるんだろうなっていうので。ああ、なるほど。右プッシュをされてクローズ目に入っちゃってるっていうような。パターって2種類に分かれていて、はい、オープンクローズ型っていうのとフェースバランス型っていうのが聞いたことありますか？すいません、勉強不足です。いやいやいや、こうやって持つと、まあ、フェースが上に向くパターはベースバランス型っていうパターで、まっすぐ引いてまっすぐ動きをしてくれるんで、はい、そういうことを結構意識してる方にはすごく合ってる。ショートスラントは結構オープンクローズ型なんですよ。遠顔が結構垂れるパターンなので、はい、どっちかっていうと感覚を大事にされて、はい、ローテーションして打つ方に結構合ってる。じゃあローテーションしてもいい？うん、パターとの打ち方としては別に合ってるような。あ、そうなんですか。感じではありますね。ただまっすぐ行くようにするとはおっしゃってたんで、はい、まっすぐ引いて打ちたいっていうのであればベースバランス系のパターがいいかなっていうのがあって、狙いやすいアライメントがはっきり入ってるのだと、この辺のジェルバードとかは最近すごく人気だったりするんで、いろいろ試してもらえば。これが AI1 パターって去年の11月から発売しているやつで、はい、このジェルバードは2月に追加になったモデルなんですけど、はい、しましま模様、しましまで、要はショートの距離とか点だけじゃなくて線でも方向を合わせやすいっていう。それはバースアライメントと一緒ですよね、今思って。はいはいはい。しっかり構えてカップに向けるっていう。右向いてたりとか左向いてる方とか結構多いんで。まっすぐ出す感じで。はい。ちょっと打感も違う。重みっていう。はいはい、打った感じもなんかちょっと違う。シャフトが AI パンシリーズスチールになってるんで、はい、今お使いのこのバーサのストロークラボだと 70g のシャフトなんですけど、はい、そのスチールは 90g にしていて、若干今のよりは重いんですけど、パターのスチールシャフト 120g ぐらいが多いんで、スチールシャフトの中では割と軽めのパターになっていて、ストロークラブシャフトっていうオデッセイのシャフト、はい、真ん中を軽くしてヘッドとグリップエンドにウェイトを入れて重くしていて、カウンターバランス効果っていうんですけど、真ん中は軽くてエンドとエンドの重みでブレずに振っていけるっていうシャフトに実はこれもなってるんですね。はい、そういうシャフトに一応スチールでもなってる。なってるんですね。あとはこれが4月今月の終わりに発売予定の AI1、 そうですね、 AI1 っていうパターン、はい、まあ、フェースのセンターを外しても転がりが変わらないのに、去年の初めの方に発売したトライビームネックを掛け合わせた、はい、トライビームネックで方向性と AI1 フェースでタッチ両方がこう合ってくるっていう一応パターンもあったりするんで、強そうですね。これ方向性とタッチ両方が合ってくる。はあ、お高いんですか？合わせた値段するわけではないです。合わせた値段するわけではないです1本のネックより2本のトライビームネックの方が縦ブレが少ないんで、こっちの方が打ちやすい気がします。ローテーション入りすぎてクローズ目に入りすぎちゃうとかいう方だと、入りすぎず打っていけるんで、ドライビームネックはすごいいいかもしれないですね。かっこいいですね。ほら、ソールから見えるようになってて、こっちはダブルワイドっていう。かっこいいですね。ウエイトも単体で販売してるんで、フェースバランスタイプが一番おすすめかな。こっちのダブルワイドのこれセンターシャフトっていうモデルなんですけど、フェースバランス系なんで、これとかもすごいおすすめ。この形で私憧れてたんですよ。ピン型よりちょっと幅広で難しさも感じにくい、打ちやすい感じ、うん、
方向性的には合ってきてると思うんで、ドライビームネックスいいと思いますね。バレット型とか。どう違いますか？ヘッドの形だけですか？はい、形だけです、ね。それはセンターシャフトってやつなんで、ガッツリフェイスバランスですけど、はい、ネックの位置、ヒールについてるんで、少し感覚も残しつつ打てるっていう。私におすすめって。そっちの方がいいかもしれない。いいかもしれないですか、はい。好みで言ったらこういうやつが良くて。4万9500円、いかがですか？え、買ってくれるんですか？え、俺なの？このコンパクトミラー、もしくはこのこれ、あの、靴は入らない、入らない。で、日本の女子はもう、はい、あ、15回行ったで、国体3回だな、はい、それからマスターズ7回行ったマスターズ、うん、ミドとかシニアはチームだけついてたけど、何回か忘れたけど、で、全国で優勝したのがパブリックでシニア戦、シニア戦59の時。そうそうそう、レジェンド辺見さん。そんな時もあったよ、天場ね。お天場。そうそう、天場しよったんや。最近はどうですか？昨日の作業行った。3434 68、そう、昔な、白マークからね。足痛いけどゴルフはなんとか満足できる。好きだからやってる。来月股関節の手術をされるという。2週間入院、6週間リハビリ。何月頃ですか復帰は？9月。あ、9月くらいにゴルフ復帰。じゃあその時にぜひ。やったYouTube 出てください、私も。やった、お手も見せてください。お手間よ。ワンパットチャレンジ、てみさん、あれはラインはのちょっとだけな、端にやったらフォックになるから左のカップの右いっぱい。この辺を狙って、そうそう、なんかな、ちょっと狙っていけな。あ、わかりました、うん。まあ、これめっちゃ緊張するな。こんなに見守られて、入りますように、さっきのイメージ、うん、そうですね、入りますように。あ、弱い、弱い、弱い、惜しい。あ、弱い。あんまりこれ。お疲れ様です。ありがとうございます。外しまくりました。ありがとうございます。2000円、はい、2000円じゃ足りないかもしれないんですけど、いや、全然大丈夫です。これからも健康にゴルフができますように。ありがとうございます。ナムナムナム。そっち。お粗品です。ありがとうございます。歴史用って書いてある、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。